シリーン地図グーグルマップ古式岩神社古種目、岩上社とは兵庫県西宮市古式岩町後の4に鎮座する神社。前身は演技式神明町に乗る大国主精神者であるとされる女性主語小宝安山商売繁盛のご利益があるという本殿の祭神は明暦2年円満寺の総教順が西宮神社から誕生したヒルジ大臣である。 この周辺地域に村が形成されていく過程で、地域の繁栄のために、西宮神社から、恵比寿大臣が誕生されたと思われる。しかし、もともとは当地にある、古式岩塔の岩倉を祀ったもので、自然崇拝が中心であった、いわゆる古代信仰の時代、当地から北山、目、上山や六甲山を一大霊場とした岩倉、岩坂祭司のランドマーク、霊岩として、 古式岩が祀られたと考えられている。当地は、墨田市、港の名を取った、三陰石の産地としても有名で、大阪城追記の際に古式岩を石膏が割ろうとしたが、割れ目から敬明が湧き上がり、白煙が立ちそれは色を変えながら、熱気となり、吹き出し、その熱気は、不思議な力を持っていて、石切り職人たちは手足を震わせ、苦しみもなえ、斜面を転がり落ち作業を断念した。 との伝説がある。また、徳川市の大阪城州地区の際、池田備中守る長行の家紋が刻まれた、当時の石の破片が付近に残っている。境内は約7700平方メートルあり、その森は1974年に、兵庫県指定天然記念物並びに、西宮市景観保護樹林に指定され、兵庫県天然記念物である。 星木岩上社社総林として保護されている。この森は、姫譲りハを使用構成種とする樹林で、高木層は姫譲りハをはじめ木イ黒梅山桃、等で構成されている。あ木層としては、ヤブツバキ黒梅荒かしネズミ餅等低木層は荒かし栄木黒梅犬ワヒ日カ木等で構成されている。功績が一条に発達した典型的な団体林で、 二百数十本の姫譲り派が群生している。姫譲り派が優先する樹林は、県下では、数少なく、学術的価値は、極めて高いとされている。恵比寿大臣、本殿古式岩、古式岩神社は境内に鎮座する岩倉をはじめ、境内北方にある小高い山、北山にある多くの岩倉群を、ほぼ岩倉群の南端に鎮座する古式岩を通して要配するために、 神社が混流されたと考えられる。古式岩は、周囲約40メートル、高さ10メートルの花崗岩である。酒米を蒸す時に使う古式という道具に似ていることから、古式岩と名付けられたと考えられる。また、岩丈に、臓器が生じた姿より、社名、町名も起こった。説明書絵図や説津によると、古式岩上祠は、古式岩村にあり、祭神巨岩にして、 異常古式の如し、この地のうぶすな神とすと記してあり、霊源新たかな霊岩とされてきた。古式岩は岩者として祀られている。また、五福島神社の文霊も、いつの頃からか祀られている。古式岩は、上部が中央から二つに割れて、その頂上から樹木が生えている。これを隕石とし、女性守護の神、五福島神社が祀られている理由らしい。 古式岩から北へ約50メートル登ると、第2の岩倉がある。さらに北へ約30メートル登ると、第3の岩倉がある。それぞれ、南座、中座、北座と呼ばれる岩倉があり、北座は、生田神社と同じ地尾序存の岩倉とも呼ばれる。また、見た目で、南座、中座、北座を、隕石、隕石、筆石とする説もある。さらに北の延長線上に、 標高、約200メートルの北山があり、山中に巨石、岩倉群がある。これら岩倉を山林山中の岩倉と比較し、似ているとする説もある。北の岩倉一神社の北東側に、車窓林があり、地域の共同所有であったが、50年ほど前に、宿川学院の要望で売却された。宿川学院は岩倉に配慮して、宿川学院短期大学を建築した。すなわち、 岩倉を保存するだけでなく、要怪所と伊勢神宮の間を遮る位置に建物は建てなかった。しかし、後の資産運用の失敗による経営トラブルで、ポートアイランドに短期大学を移転するにあたり、宿川学院は不動産業者に土地を売却してしまった。不動産業者は、集合住宅を建築するにあたり岩倉を破壊撤去し、 養配所の伊勢神宮の方向の位置にも建物を建設するとしており、神社側は岩倉の保存等を働きかけている。そのため署名を不動産業者に提出するなどしているが、業者側は要望をすべて拒否している。元のうない群古志岩村、無古軍群、古式岩神殿後神体神戸宿側、大資産運用失敗後に経営問題次々。 神戸新聞2014年4月18日、古式岩神社毎日放送ボイス2015年6月8日、放送、ありがとうございます。